メや。始まってんねん。野球やってるから。いやー、先週も出て、今週も出ましたよ、僕が。話せや、なんで経験してんねん。いつまでゲームしてんの。オーナー見てんねん。おー、あんな盛り上がってきました、ほら。コメントやって上がって、何ゲームしてんの。チッ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 ホームランホームランもう、ほんとそっちゲームすんの、ほんとゲームすんの。いやね、もうこうやって何回も何回もニコ生さん呼ばせてもらってありがとうございますですけど、2週も俺いるって。2週やっぱそれほどね、やっぱね求められてる、人気なんすよね。人気だる、上げてきた。だるい上げてきた。はいはい、聞いたゲームすんの黙れ、バカ野郎。黙れやろ。レイさん。レイさん。おはよう。レイさん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 。全然噛み合えへん。全然噛み合えへん。いや、お前、おはよう。いや、始めましたね。今日もね。うん。まあでもね、ちょっとね、何よりね、今日はやっぱね、このやっぱこのお二人をね、ちょっとなんか、もっと知ろうという。あ、誰も興味ないか。階段の人や。どうでもさっきもこけよったから。さっきもこけよ。もう出回ってる。俺の階段ネタ。ほんまに。見て。これ見て。この毛が。ほんまに。痛いな。やばいやろ。近く行って。市民のオツです。いや、お前、オツです。オツです。いや、お疲れ様です。あ、今日も忙しかった。次は潰れとったもん、俺。階段何があったんだけど。あ、まだしないへん、まだしない。え、階段から落ちてん。うん、以上。もう終わらせてきた。もう終わらせていいんだよ。もっと長くね、11月も、レイさん、カナフィのバースデーから始まっちゃって、ユキさんバースデーまで。はいはい、やっぱね、いろんなイベントがね。あと、SNS ね。いろんなイベントをね、いっぱいあったんですけどね、ほんまご来店していただいた方々、本当にありがとうございます。ちょっと日本語うまい感動しました。ありがとうございます。結構かも。店の階段で。なんかビルの階段でこけよって。いや、店では、アホや。お疲れ様でした。店ではない。え、なんで SML の人は、な、誰やん ?SML。サイズや、サイズ。レイ君かわいい。SML。あおかわいい。どうかわいい。秘密クラブ、いや、これ絶対店長やん。絶対飛ばす店長やん、これ。タイムラインに SM ばっか行くからやって言われて。SML って何ですか。攻められすぎや。いや、お前。僕ですか ?S ですよ。サイズ見たらわかるやろ。サイズ感の話やないか。L がないから。ちゃうかった。うん。サイズかなもんね。L 抜けちゃってるからね。でもね、言ったら今日、まあ日変わってね、まあ12月入りましたね、とうとう。よっしゃ。よっしゃ、俺の弟の誕生日。まあ12月といえばね、うん、俺の誕生日。え、誕生日今日俺の弟の誕生日。弟の関係ねえや。お前、松井秀喜みたいな顔すんの。俺が手前。前も振りが雑いよ。前も振りが雑いよ。なんか食べてるたこ焼きやね。たこ焼き。たこ焼き食べながらやるっていうのは、なんか意味わからへんことやってるから。左の人誰？俺か。俺は、レイチェルだよ。どうでもいいです。画面越しちゃったレイチェルだ、レイチェル。どうでもいいです。何食べてたこ焼き。たこ焼きやってたね。女食べとる、女食べとるわ、お前。きっしょ。今女食べとる。何よりね、もう12月入ったんでね、まぁ、あ、やっぱいろんなイベントこともありますよね、クリスマスありますけど、はい。でも何よりね、あの、12月8日、9日ですね。8、9日、うちのね、はい。うちのね、やっぱ、はい。アホこと、はい。小月聖也さんのね、はい。誕生日バースデーがあるので、皆さんぜひ遊びに行ってください。お前、ね、はい、毎回、僕が出るたびなんか誰かの告知してるっていう感じやけど。いや、でも大体告知とか多いんですよ。そうそう。やかましい割に伝わらんって。やめろ、やめろ。小さいよ、バカ野郎。サイズ感がね。どうでもいいです、笑い。あ？まあでもあれね。分け目変えたろか、変えてみろ、ほんまに。多分分け目変えたろか、絶対捨てる。お、いいね、そういうの。あー、そういうの。なんかね、ありがたい。ケーキではないけど、やっぱこういうのありがたいね。だって、豆腐食べたい。勝手に買うのよ、せえ。いやー、ほんまに。言うとおり。たこ焼きはソースで知らんがな。勝手に食っとりゃ、お前。お前、お前、数分前まで何話すとかちゃんとした話とかしようかとか言っとったら、このぐらいだからな。でもやっぱ、こんだけコメント入ってても、やっぱ唯一許されへんコメントもう一回読んで、分け目変えたろかってやめろ。やめろ。分け目変えたろかって。絶対やってんじゃねえから。変えるな。分け目大事だよ、分け目。なんか食べとけや
12月17日は平日です。知らんがな。なんもないやん。なんもないやない。さすがの3人組、ガヤガヤしてるだけやん。ただ笑っときゃいいわ、みたいな。お久しぶりのお疲れ様です。いつも使ってるから。ずっこけ3人組やな。ずっこけてないやろ、正直言ったら。俺だけ。ずっこけてんのこいつだけや。階段からずっこけて。階段からずっこけて。ねえ、サボりじゃないから。サボりじゃないから。普通にオーナーから LINE 上がってきたから。こいつだってさっき、これ始まる前に、ほんまに、仕事よりこっちの方が楽ですよね、言うてましたもんね。いや、ほんま、バカじゃねえ。ほんま、バカじゃねえ。結構ないけど。仕事の方がええ。大丈夫。俺乗れ、そういう話乗れんから。怖いけど。ああ、まあ、気使っちゃうのか。んでほんで。うんでんでーはやめて。めっちゃ任せ感やめて。だから、やかましい言われに伝わらん。全サボりではないし、やかましい言われに伝わらんってね。何も伝えることないから、今。正直。聖夜店長のバズレぐらいしか。気づい。今更。今更。今更。あ、ずっと見えてんか。結構見えてる。ずっと見えてるから。失敬して。真面目ぶるなよ。ぶってないわ、ほんま。誰やねん、ほんま。なんで俺そんな悪いやつみたいな。悪いのこっち2人ぐらいや。昨日休んでて。ライチェル。ライチェル。ライチェル。今日はビール持ってて。あっち向いて週やけどなんか質問あるってないな。全然ない。わかるみたいな感じ。全然ない。だからどうしたぐらいだから。うるせえな。せいや店長。せいや店長ええ人やで。なんか一緒壁登りとかもやってる。めっちゃ好きやね。何よりね、やっぱね、後輩のことをめっちゃ、まあ言ったら後輩思いというか。上げてきたぞ、ね、上げてきたぞ。やっぱほんとお世話になりますよね。たまに。さっきまで告知なんかしたるかいとかで。真ん中の人一番イケメンやのに。悪いです。悪いですね。誰がイケメンって言ってくれた人は。顔映ってんですか。顔映ってんで。他に電話してもそれちゃうの。勝手にせえな。何いきなり養生も出してんの。おい。あっち向いて週やけど、知っとない。ないから。ないって。お前、先輩やけど言わせてもらうから、ちょっと黙れ。先輩やけど、ちょっとここ、あの画面上やったら、ネットヤンキーやから。あっち向いてほしい。あっち向いてほしい。ぽい。あ、ぽいか。え、何これ ?360 分。最長。ごめん、誰が当てはまるか分かった。分かった、分かった、分かった、分かった。誰か分かった。誰、誰、誰。これ?はい。誰のことか言うか?はい。え?ステヤさんのことや。これ分かった。これ今交わろうたもん。今交わろうた。勝手に送れコメント拾うことぐらいしかこの回できることないから。一番ネクタイかいな。ネクタイかけとるのがそれだけやから。誰もそいつってね。あ、ごめんなさい。ちょっと画面上で見といたらあんまりこの場におれへんと思う。あー、なんか、話すことなくなったわ。太鼓の達人うまい人ですよね。左の人。どっちやねん、左って。どっち画面から見てくれ。俺っすか?あ、こっち?めっちゃ、うん。え、うまい?ここで俺が登場。誰の話やねん!誰やねん、名乗れや、お前。誰やねん、お前。ほんま誰やねん。もう上の人やったらハイハイ言うんやろ、どうせ俺。あ、こっちですか?マッチ見てのアカウント知られてるというスターガイズに。真ん中の演出踊れ、あ、全然音楽流してくれたら踊るで。レディシー、ラビニュー、ペッ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 。え、何 ?LINE とか見ろ。え、LINE とか見とろ、なんか踊ってる間に。え、何何何、いや、普通にやってる間に。始まってた、始まってた。始まってるわ。10分前ぐらいか。え、ニャンニャンしてそうですよねって言われてます。真ん中の人いや、レイ、怪我と猫が合わせてないわ。何が怪我と僕が合わせそうなのか。仏教やけど、合わせたら楽しみ。あ、別にそんな祝うことじゃないから。あの、言っといたら、あれ、ディアジョのための、あの、イベントやから。また来た。これ、ほんまに、これほんまやったらやねんけど、仏教の人って俺マジ尊敬してて。何?何ですか?何で?ナチュラルで。ほんまに尊敬してて。すごいね。どういうところですか?どういうところ?つまり、別に話じゃない。どうやって拾ったらいいんすか拾い方分からへんし。じゃあ、ほんまに、めっちゃきついね。ちょ、踊って踊る。踊る喧嘩ばかりダメですよ。誰や俺ちゃうわ。俺喧嘩してんや。俺じゃない。俺でも。でも、元気はこいつからね。だいたい、ぶつぶつガンも。いいこと言いそう。いいこと言いそうやな。あー、前振りいいな。仏教のやつやな。でもビールないから逃げ道だよ、もんな。え、何?一人ずつカメラについて告白して。
お前のことが好きだよ。どうせ文句言われんねん。小峠に言ってんねん。ブラマヨ、ブツブツ。ブラマヨやで。俺がチーム行ってシュじゃん。今いらん、正直。どないでもええコメントよ。これ遅れてくるからな。ああ、かわいい。うわ、いい。うわ、かわいい。ざわざわ、ざわざわしてんな、おざわざわしちゃった。ああ、シューじゃん。知らんわ。おい、肝だかね。俺がじゃん。俺がじゃん。邪魔だ。あギャー叫ぶな。あ芸人ばっかりや。基本的に男前1割の9割芸人の女だから。だいたい。それぐらいやから。結構騒がしいですね。今日メンバーは全員お笑い系やから、お笑い系グイグイって言っとった。うわ、レイ君マジ系やって、マジやばい。このアカウント、このアカウントマジ覚えたい。このアカウントマジ覚えたい。いやー、お世辞やわ、絶対お世辞やわ。こんな信じたらあかんすよ。ネットに書き込むやつなんて直接言ってこないんすよ。まあ、確かにそれは間違い、これは間違いないやつ。全然そうや。あ、もう探さんでええから、アカウント探さんでええから。だってレイ君はマジでイケメンって書いてる人、その前のコメント、うん、レイ君ネクタイ赤い。誰がお笑いな。3人ともほんまイケメン。おー、ま、真顔で言うな。真顔で言うな。真顔でね。ほんまにイケメンがおれへんから。全然真顔ちゃうやん。あれやん、てんてん丸やん。てんてん丸やん。レンレンの顔好き？あ、ほんまにありがとう。誰がレンレン言うやつは。うん。ありがとうな。レンレン、いやでも知ってる。レンレン、レンレンの顔好きって言った人、この前のコメント、てんてんてん。ようわからんね、みんな。てんてんてん言うのはね、踊ってえも言ってる。踊って言ってる。あおへ、あおへだもう。踊らされそうな。あおしかおれへんやん、お前。あおしか見てないんだ。俺がこれ。お前寝ろ、お前。騒がしいな。お前寝ろ、早く。早く。うるさい、黙れ。読まれへん、読まれへん。だって今だって、レイ君マジで面白そうやし、なんとかなんとかって言った人、この前のコメント、キモ。え、でもそれでも俺らの顔面。あ、俺らの、俺らの。誰がお前、レイチェルはかわいこぶってるおっさんやん。おっさんやん、バカ野郎。レイチェルは可愛こぶってるおっさんで。あ、ほんまっすか。やっぱそういうアンチとかあっても別に可愛い、うん、あ、可愛い子ぶってるな。いきなり。レイ君は普通や。俺が噂の、あの、噂のじゃって言われても、どうせシューさんや。シューさんしかおらへんから。絶対シューさんや。あっち向いてます、おらんから。あっち向いてないっすね。こっちばっか見てくるっすよ。うわぁ。ほんまあの、タクシーのおっさん、何やった、上り上ちゃうわ。誰の話、何の話ですか。シューさん、おもろい話して、え、ここでの会話とかあるここでの会話とかあるもっとお前ね、構えよ。ケツ痛いねんって、俺マジで。だから、ケツ痛いの、階段から落ちたからケツ痛いねん、お前。なんでなんで。立ってた方が楽や。許される、にゃんにゃん。帰れ、帰れ。坂登れ。あ、レイ君ウィンクちょうだい。痛いんだから。腕が痛い。左の窓、あ、まだ声聞いてないって。え、あ、あいつにゃんにゃん。あいつにゃんにゃん。あいほら、おい、あんまり、触れんなよ。これに関しては触れんなよ。この空白の2個。ベッキレイザービーム。あ、これやんけ、お前。ちょっとディープサンバ食ってまうからやめよう。レイザービーム。お前はもうちょっと構えや。ちゃうやん。仕事せえや。レイチェル26歳。26歳。え、そんなに撮ったっすタイミングで。うん、言ってるよ。え、俺21歳。吐くな、吐くな。何を応援あ、ごめんな、さすがレイさんはほんまに悪口。まあ、とりあえずね、ちょっと一回ね、ちょっとはい、CM ちょっと、はい、騒ぎましたので、まあ今から CM いきます。それでは3、2、1、キュー。寝てる？寝てるまさか。嘘でしょ。寝てるやん。CM の明け何喋るんって感じ。うん、そうやね。どうせ何も決めてないから何でもないやけどな。明けましておめでとうになるな。でも、あと1ヶ月で。あ、起きた。
起きた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 寝てるよ、バリ寝てるから、ね、ほんまに打ち合わせなし、もう始まってる、勝手にしてる、もう始まってる、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 もう始まってんの。もうやっぱこういうとこ落ち着きなくすわ、なんか分かんないけど、ほんま鼻くそだけ欲しなんだね、欲しなんだって。てかさ真剣な話、真剣な話。お前ら構え。かまったらば。かまったらばがあるお前。真剣な話。でも真剣な話聞きたい。聞きたい。ちょっと聞きたいですね。ほんま？はい。じゃあリアルに、じゃあね、一人ね、持ち時間1分で、ちょっと真剣な話しますか。深い話ですか？うん。よーし。じゃあ、ね、まあ、まあやっぱね、今見てくれてる方はね、話出た。うん。マジで、いやほんまに、じゃあおもろないで、あ？あんまないねんな。助けてみたいな目でこっち見てください。真剣な話ないか、あんまないやんな。腹減ったな、俺も減った。あ、深い話出ちゃった。出ちゃった。出ちゃったからやる。出ちゃった。深い。深い話ね。じゃあね、今やっぱね、お仕事の話でもしちゃいますか。お仕事の話ね。うん。人生は変わらん。お前らの人生そんなちっぽくじゃねえだろ。浅い話マジで。めっちゃ得意やで。めっちゃ得意。浅い話マジ得意やからね。浅い話。俺さ、マジでさ、昨日さ、階段から落ちた言うたやんか。階段から落ちた瞬間に、パッ、痛いっていう反面、思ったことがあって。なんすか何やと思う、何やと思う。え、いや、なんもない。階段から落ちて痛いな、うわ、めっちゃ痛い、もう動かれへんって思った時に頭にパッて浮かんで。ネタできたんすか？血出た。浅い、浅い。浅いマジで食うんですよ。俺、今年入って一番つまんない話したわ。ほんま。そうなんだ、ちゃうわ。共感すな。浅い話か。出前欲しい。勝手にして好きやな。出前欲しい。誰か知らんけど、スキヤメンみたいな顔してやん。スキヤメン頼むけ、スキヤメン。スキヤメンみたいな顔してやん。興奮ってなんやねん。興奮。サバンナではいいよ。そこそばしや。血が出た。サバンナではいいよ。サバンナではよくある話。コメントおもろい。コメントがいいよ。ソースの。浅い話は結構あるっすけどね。朝やん、それないな。めっちゃある、めっちゃある。なんか、スバルの独り言ってどこからどこまで独り言なんか分かれへんかったりとか、いろいろある。ほんまに鼻血出とん。ほんまに鼻血なんかなって。ずっとティッシュ持ちきりやる。おい、客ま。誰も聞こえないスバル思ったやん、喋らんなって言われてんねん。思っててくれたんや。逆に。思っはい、え、朝、あれ、何これ、アサリの話しちゃう。真ん中の人期待してます。たくま、たくま、たくま、たくま。たくまおらんから。俺ほんまに。主任やけど、たくまおらんから。上司やけど。マジやっぱ仕事中にタクとはやんなよ、絶対。仕事中にタクと。仕事中にタクとはやんなよ。絶対すんなよ。やるなよ、お前。おい、よいしょよいしょ。スターガイズ悪いな。だいたい前回も。え、誰がシャンプー誰がシャンプーとかない誰にしてほしい、誰にしてほしい。誰にしてほしい、正直。ねえ、俺の話パクんなよ。別に何もねえ。うわ、来たな、タクって。これ全然見えれへんから。うん。眠気が早い。うわ、ほんま透けてるわ。早シャンプーしてやって。ねえ、俺の話使ってええで。何の話じゃん。いや、レイじゃねえよ、バカ。なんで俺がすんねん、バカ。レイ、レイ。あ、おでも結構統計的に見えてる。統計俺の話変えまして、変えまして。アンケートやかん、アンケートやかん、アンケート、アンケート、無理や、アンケートこ。だってそれしかないですよ。やるよって言ったんですよ。無理やって。それ使ったら、それ使ったら何怒る、それ使ったら何怒る。怒るかやめとこ、怒るかやめとこ。アンケート、アンケート一応。前からお前来ねえわ。アンケートだけ一応聞きたい。あと一枠にタクマ出してる。大河担当するとき、スバルタクマ。4人目タクマ。あと一枠、タクマ。お前って、フッキレーザーだろ。青か、青か。タクマやろ、タクマやろ。タクマやろ、絶対。タクマやろ、お前。絶対。絶対タクマやろ、これは。体洗って。ある程度したらこれ、誰やレンって言ったら。やめろ。誰か一つだけレンってくるやめろ。定期的に思ってくるな。空気やめよう。ま、とりあえず、やってみましょう。いや、よう感じしとるな、全然重要
です。よく感じとるな。レイ、もうとりあえず、レイ、レイも、レイに、レイなんか17ぐらい。なんでお前そんないじられへんの。うん、まあ、ほら。画面掃除してこいよ、持ち帰る。顔面洗えよ、もう。画面、画面洗え、画面洗う。顔面は払う。顔面は誰払うか。タクトは誰か払う。タクトで顔面洗えよ、お前。洗顔せえ、洗顔。タクトでじゃあもう。洗顔せえ、お前。ブラマヨ。ブラマヨ。シャンプー飲んでってない。シャンプーない。シャンプーない。よっしゃ、結果いこう。タクマだったらめっちゃ面白いな。なんでやねん、お前。なんでやねん。ダンドツやねん。なんでやねん。なんでタクマさんおれへんのに、タクマさんおれへんのに。タクマ向かわすわ。いや、あと10分なんで早く来てください、高橋に。いい、めえよ。これもないやろ、絶対。いや、向かわすわは、もう多分オーダー。おもろ、おもろ、おもろ、おもろ。いや、めっちゃ面白い、これ。で、やらへんのですか、レイさん。一番評高かったんですけど。いや、もうこの話を分けて、ね、なんか本気で、先輩の目で来られた。もう、統計取った結果、やらへんって。何がシャンプーやって分け目変えてんの。分け目は変えへんわ。分け目は変えへんわ。あたくま。あたくま。たくまコールがやばい。あの、困った時の死人みたいになるからやめよう。早く。体上がってやろ。体切れ。ほんまに向かってくれてよ。ほんまに向かってくれてよ。待っときましょう。とりあえず、ただ死に来れへんかったら。大丈夫、時間。時間あと9分しかない。9分しかない。9分しかない。もうほんま頑張ってほしい。うん、そっか、これでタコマしてに来へんかったら、ラスト1秒で、その子が、洗顔するから。これでまず主任来へんかったら、まず俺やるわ。ほんま。やっぱ責任持ってね、これはね、アンケート一番多かったね。これ、主任が来たらまず主任ですけど、今見せてた。今見せてた。リアルやね。リアルね。リアルタイムで自分で上がっていいの。これ主任来へんかったらまずやるわ。来へんかったらやるわ。それはまあ、責任持ってね。おもろ。主任なんで来るんやろ。主任なんで来んの。いや、レイさんがシャンプーはしてほしいのは分かるけど。お前黙れ、お前黙れ。お前頭まで来てるよ。普通に帰った。帰ったんか。帰ったんか。いやいや、まあ先輩ね。だって、一番最初にアンケート取って決まったことなんで。だから、これ主任来るんだから俺やるって。あ、思わせた。いや、何分までにします。タクマ店の厨房でシャンプーしてるわって。何ちょっと早まってんの。こっちですよ。タクマ。はい、タクマ。やっぱいじられる人ってどこってもいじられる。関係ない。関係ない。画面で、画面の前に置いてもいじられる。フィールド関係ないから、もうどこでもやるな。なぁ。絶対おる必要性があると思う。この番組に。主任急いで帰ったんや、こんな多分。急いで、あ、やべやべ、これやべえ。三人とシャンプー。俺仕事なんよ、分かってよみんな。でもな、言って。俺今からやんねんよ。さっき、誰にシャンプーさせたい、レイレイレイって送ってるやん。タコのアカウントやから。バルコアね。三人ですね。あ、やりますか三人で。三人でやります三人はやれへん。あ、じゃあ二人。僕じゃ変わらない。あと7分、タクマコール。バルザリアン。終わるまで。タクマ、タクマ。あと5分前。あと5分前。やばいな、主任コヤン。支援もあるからな、主任コヤンから。コヤンな、これ多分。あと何分かで。じゃあやっぱさ、シャンプーするのなんかもう見飽きたやろ。シャンプー飲むわ、スバルが。俺が？うん、シャンプー飲むわ。いいか、これで。シャンプー飲むわ。シャンプー飲む、シャンプー飲む。シャンプーって飲んで大丈夫な、ほんと。ガンシャガンシャ。スバルもしくは俺が飲むわ。ああ、どっちかが飲むわ。男気でやりますじゃあこれリアルにマジで、シャンプー飲むのはやっぱ危険やん。はい。シャンプーでうがいを、アンケート、二人で。シャンプーこのシャンプー目の前でうがいすんの。いやいや、ちゃんとあれ。ちゃんと見せなあかんから。やったってことだ。自分の手の上でティッシュ引いてこうやってこうやってこうやって。こうやってやるんですか。ね、こうやってガーッ。チェルシャンプーでそういう風に。どこや。あ、ここ。俺、整備をちゃうぞ。整備をちゃうぞ、お前。アンケート出します。アンケート。レンズ。そうですね。タクトでうがいするのはどうですか。あ、おっさん、ほら。もうみんな素直に言っていいよ。レンの目、ダニーって。レンの目、ダニー。やめろ、ダニーでいい。ダニーはあかんから。ダニーはあかんから、絶対。どっちがうがいしてる。飲むのはな、さすがに。やっぱ体にね、異常、お、スバル、マスターやな。そりゃそうなるわな。いや、わからんすよ。この表面。おう。これはわからへんな。これやっぱね。水
タクマ、やっぱタクマ、やっぱタクマ、やっぱタクマやな。いや、呼ばれてるのはタクマ主任。これ入ってきてほしいな、バーンってあげて。また、また、よさ、言ってない。シャンプーだけしてる。もういいっすよ。あ、いいっすよ。もういいっすよ。打ち切りましょう。え、入ってます今日。おお前らやっぱクズやな。お前らやっぱクズやな。でもな、俺先輩そういうことさせねえんだ。お前らやっぱクズやわ。うかいって。自分の唾液ですよ。水ってあります？くっさって言いたいんやけど、めっちゃいい匂いすんねんか。めっちゃいい匂いすんねんか。うがいかすごいな。じゃあお前、じゃあマジでほんまいい匂いすんねんか。なんでお前ちょっとどっかどいてんねん。いや、見たくない。見たくないよ。やめよう。見たくない。マジか。もう用意してるけど。用意してるけど。いや、まあ確かに、うがいは全然いける。飲むことは無理やで。飲むことは無理やで。これもできるもん。どうやります？もうお任せで、いつでも自分のタイミングで。お前ら地元の先輩ちゃうないから。何でもこれでこう、あ、こういきます？あ、それで、あピシュってやって。あ、早飲んで。飲まへん、飲まへん、飲まへんわ。うがいや、うがい。うがいや。あのシャンプー誰がこんまいって言ってるか。勢いでやっちゃうやつやね。今日の俺でもやらへん。行くぞ。行くぞ、見とけよ。あまりきついな。うわー、入った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 。すごいなぁ。むせちゃった。え、もう放送禁止だよ。なんや、この番組。え、これダメですか？いやいや。あ、オフィスの掃除のやつ。これ、オフィスの掃除のやつ。しゃべれ、しゃべれ。マジで。しゃべれ。俺ら、番組が大事だよ。あ、そうやってね。先輩が体張ってくれたっていうのは。でね、もうゲロッと。ゲロッと。もうこれもゲロッとゲロッと。いや、ほんまに。めっちゃ苦い。こんなもんをずっと置いとく、佐久間が悪いよ。めっちゃ苦いからな。ずっと置かれたら絶対これがあるよ、事故、事故ってないわ、やろ、お前。事故って。何やったお前。これ人体に差し支えようかな。こんなもんなんで、正直。あ、空の座る？あかん、あかん、もうとりあえず想像したやから。でもずっと先輩のこと気遣っててね。通称先輩、はい、もう番組の何この番組何この番組これがシックスナイトフィーバーお前バカ野郎お前ダメだよだで俺が口に入れてそれでターコンが頭ターコンの頭に入ってターコンが洗うっていうねいやほんまにね、はい、レントあのケツ拭きそうそうそうそれやってる間違い間違いないわ間違いないほんまにいやレントあげくの果てにこいつ何とどめすと思って。掃除用のウェットティッシュみたいな俺に拭こうとする。いや、それ、ほんまにひどない。ちょっとひどない。はいはい、それはね、もうあとね、はいはい、15秒になるんで。15秒になるんで。それはね、もう本当はね、はい、シックスヒー、ナイトフィーバーに遊びに来てくれて。はい、見てくれて。ありがとうございます。まぁ、あ、言本日はね、12月入ったらね、せいやさんのイベントがあるので、ぜひ遊びに来てください。8、9、また来週まで。8、9、ありがとうございます。ありがとうございます。